FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時回りました。ギノワン市急なギノワンヒルズ通りの高台にスタジオございます。 FM ギノワンよりお届けいたします。夕方の帯番組サザンブリーズ、おいて私東克明と、はい、南部マンゴーパーティーズの宮茶です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまあ最高にね、最高に天気がいいですよ。天気もよし、気温はちょっと寒いけど、気温寒いけどコートはいらないですねえ、そして朝晩はまあとんでもなく寒いけどね。寒いですね、なんか急に寒いですね。そうそうそう、はい、なんかもうね、とんでもなく寒い状況になってるんですけど、はい、今日はですよ。そうなんですよ、あのね、もう正直ね、うん、僕らがね、喋ってる時間いらないんじゃないかっていうような、今日はちょっと喋らないでおきましょう、ことがなってまして、はい、はい、というのはですよ、もう早速ね、なんとこれご紹介をね、お願いします。一応こうしていこうと思うんですけど、はい、次この後ですよ、はい、この後に、ちょっとゲストの方を登場していただくということなんですけども、はい、どんな人かと言いますとですね、はい、はい、嬉しい、今ですよ、はい、日本全国で大人気で、大人気、その公演チケットはプレミアチケットで入手困難な、ね、2.5 次元ミュージカル、うん、テニスの王子様や刀剣乱舞っていうね、まあ、有名なね、うん、このミュージカルと肩を並べる話題のハイパープロジェクション演劇ハイキューの天童悟役を演じた若手イケメン俳優の加藤健こと加藤健くん、イエーイ、登場していただくと待ってますいうことになってるんですけども、イエーイ、まあ、なぜこれ来てもらえたかというとですよ、なぜですか、なぜですか、この沖縄の番組にでしょ、思うでしょ、なんで、なんで、何が起こったんですか、なんでこの FM ギノワに来るんだと、サプライズ、そんな人が、はい、思うでしょ、誰が呼んだんですか、呼んだわけじゃないんですけどねすごい、呼んだわけじゃないんですけど、でもここピンポイントですよね、ピンポイントで来てくれたのはなぜかと言いますと、教えて、ありがたいことにね、はい、僕の、事務所の後輩なんです彼が。おー、来ました、来ましたか、まあもうね、今やっとかっこいい来ていただきましたということで、実はね、はい、まあまあ、加藤くんがね、今日ね、今日沖縄に今、はい、来たばっかりということで、すごいすごい、実はこうね、はい、あの飛行機がね、はい、来る途中に欠航になっちゃったって書いてますね、乗る予定の飛行機がまさかの欠航で、はい、で違う、うんうん、飛行機に乗り、なんとかかんとかたどり着いたということで、いやいやいや、来たんですけど、お疲れ様です、本当にお疲れ様でね、本当たっぷりね、この後お話ししていきたいと思うんですけども、はい、今日はまあね、もう正直ね、うん、やばい、テンションがやばい、今日テンションがやばいと言いますか、ドキドキまずね、いつもこれツイキャス配信してるでしょ、うわ、ね、すごい閲覧数が、もうね、いつもと思う日じゃないんですよ、何十倍と来てますよ、やばい、だから早く出せと、そうですよ、皆さんもう拍手で待ってます、ね、すごいすごい、そういう声がね、まあたくさんあるんじゃないかなと、すいません、私で思うんですけども、はい、まあまあまあちょっとね、はいはいはい、待っていてくださいよと、やばい、めっちゃイケメン来ましたよ身長めちゃめちゃ高い、先にいろいろと、やばいやばい、はい、必ずこの番組でお伝えしないといけないこととかたくさんあるんです、はい、それを先にちょっと皆さんにまあね、番組上お伝えしてから、後ほどたっぷりと、はい、たっぷり、時間いっぱい、そうです、もうギリギリ加藤健くんと喋ろうじゃないかと、皆さんどんどん質問してください思っておりますので、はい、もう少ししばらくお待ちいただければと思います、はい、はい、でこの番組サザンブリーズはですね、はい、はい、毎週週替わりのメッセージテーマがあるんですけども、あ、今日テーマ何ですか、一応あるったんですよ、はい、これがね、ほんと偶然で、何ですか、今週のメッセージテーマはこれ、はい、乗り物語、おー、っていうことで乗り物のいろんなエピソードを聞こうといいですね、車や自転車や飛行機のエピソードをね、皆さん送ってくださいっていうのを今週募集したんですけど、まさかまさかの加藤健くんが、まさか今日その乗り物飛行機のトラブルに、ま、巻き込まれてくるという聞きましょう後でねえ、まあそんな話も少しだけまあ聞けたらなと思っております、まあそういったですね、はい、まあ道を、いつも通りの、皆さんからのメッセージもお待ちしております、はい、でメッセージ、はですね、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です、はい、お聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンです。
FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信もしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。たくさんツイートしてください。またサイマル放送もやっています。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらでお楽しみください。リスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。はい、ということでございまして、この後5時56分頃までのね、はい、ぜひ時間ではございますけども、うん、はい、お楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ではまずは CM。 すごい、もうファンの方が、ファンの方が見に来てます。先にもうニュースを読ませていただきます。やばい、なんかこのなんかドキドキからなんかやばいですね。やばい、外も人が増えましたね。もう見に来てやばいよ。いや、いつものリスナーの皆さん、今日はちょっと違いますよ。違いますよ。番組が。やばい、もう緊張、緊張してる。いや、かなりね、ちょっとね、違う感じで。まあ、僕は緊張は違う緊張ですけどね。社長が見てるっていう。そうだった。伊藤健君ぐらい緊張よりも。社長が見てる。はい、社長が見てるっていうのは、まあ、うちの事務所の社長が一緒に来てますよね。そっちの方が緊張してるっていう。受け付けてくれましたね。じゃあこの後 CM 明けにもうニュースいきますね。はい、ニュースの最初の文言大丈夫？かしこまりました。はい、最初に警察のやついきましょう。うん、それでお願いします。はい、時刻は5時8分を回りました。サザンブリーズをお届けしています。ここで FM ギノワンニュースをお伝えいたします。 FM ギノワンは面白い番組を毎日24時間放送中です。 FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントやお知らせをご紹介いたします。まず紹介するのはこちら、FM ギノワン、ギノワン警察署の生活安全課からのお知らせです。ギノワン警察署からのお知らせです。ギノワン市加賀津周辺で器物損壊事件が連続発生しました。犯人は原付タイプのバイクに乗車し、車に対して爆竹や石を投げつけ、車を損壊しています。不審者を見かけたら警察へ通報してください。続きまして、こちら。急なく自治会からのお知らせです。平成31年青年合同祝いのご案内です。こちら急なくでは、恒例の青年合同祝いを、開催いたします。この行事は60年前に生活改善運動の一環として始められ、今日では12年に一度回ってくる生まれ年の方々、85歳、73歳、61歳、13歳を、お祝いするという健康祈願をお祝いするために行っております。こちら開催日時なんですけれども、2月10日 日曜日の3時開演です。場所は急な公民館2階ホールでございます。お待ちしております。はい、そしてですね、こちらお知らせまだございます。はい、宜野湾市障害学習フェスティバル2019開催のお知らせ、
こちら2月2日土曜日、そして3日日曜日の2日間ですね、宜野湾市民会館中央公民館にて行われます。はい、舞台や、展示体験というものはですね、いろいろバラエティに富んで体験できるということになっております。昨年ね、私もちょっと見に行かせていただいたんですけども、たくさんの人が、はい、ご来場いただいておりましたので、ぜひぜひ今年もですね、皆さん足を運びいただければと思います。はい、以上 FM 宜野湾ニュースでした。喋っても声聞こえてる。じゃあ、来てます、来てます。ありがとうございます。なんとか、じゃあ始めていきますね。はい、はい、お願いします。おー、すごーい。パチパチ。ハチがいっぱい。お願いします。すごい。あ。じゃあいきますね。はい。待ってください。さあ、サザンブリーズ、木曜日お届けしております。はい、本当にね、やばいですね、たくさんの、はい、すごいが来ております。すごいありがたいですね。来てくれました。じゃあもう大変ね、たくさん皆さんもお待ちしておりますので、はい、早速、自己紹介していただきましょう。ではどうぞ。はい、大阪から来ました加藤健です。ですね、まあ、急に参加ということで、はい、はい、もう気合い十分でございます。もう今日はいもう、はい、たくさん喋って盛り上げていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イエーイ、やばい、イケメン、イケメン来た。加藤健です。お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。お久しぶりなんですか。よかった、初めましてじゃないんだ。もうね、はい、本当にだから今加藤健の口からね、嬉しいね、お久しぶりでって言ってもらわなかったら俺どうしようかと思って。いやちゃんとそんな大丈夫です。すごい、東さんに、はい、うわ、ありがとうございます。食事、はい、誘っていただいたりします。いやそんなことないんですけども、まずね、聞きたいですけど、はい、大丈夫だった飛行機。大丈夫でした。飛行機、そうですね、もう社長が、はい、なんとかいろいろ対応していただいて、ギリギリ、本当ギリギリに、いやいいですね、はい、いい沖縄の、そうですね、出だしはもうなかなかピンチだったんですけど、もう最高ですね、はい、もう一回そうと思います、うん、ここいいね、はい、初沖縄ということで、初沖縄、多分まだ何も食べてないですよね。そうですね、そんなまあないわね。何も食べてないですね。すごい、やばい、はい、イケメンでした、皆さん、はい、ね、やばい、いやすごい、いや、でまあ加藤くんがね、まあ、はい、まあ、一応僕のね、関係というのを、まあ、一応いろいろ話もね、なぜここに来たかという、はい、そうそうそう、まあ、一応だから僕も所属しているサテライト大阪という、うん、はいはい、事務所がありまして、はい、そこのまあ同じね、事務所所属している、まあ、僕は沖縄支部ということで、はい、なんですけども、すごい、まあでも加藤くんと実は僕ね、はい、そんなにね、うん、実はこんだけ言ってるよ、加藤健とか言ってるけど、うん、ドキドキしてます。全然ね、時期が被ってないんですよ。なんで、まあ、そうですね、本当はそうなんだ、はい、本当はね、僕は沖縄来た、次の年ぐらいかな、はいはい、大阪に来て所属になってっていうところで、はい、そうだね、でも、もう知らず知らずのうちにどんどん活躍されて、すごいすごい。そんなことないです。もう、ね、このミュージカルが大好きなんですか。はい、そうですね、ミュージカル好きで、はい、いろいろお芝居出させてもらって、はい、で、まあその中でもね、うんうん、まあなんといっても、はい、加藤くんが出演したものといえば、うん、言えば、はい、ハイパープロジェクション演劇ハイキュー、ハイキュー、はい、天童悟り役、めちゃくちゃ難しいキャラクターじゃないですか。はい、難しいですね。なんかこの今の雰囲気の感じからやっぱり演じるってスイッチが入らないと、そうですね、なかなかできない、はい、すごいよね、ことですよね。いやでもこれね、はい、もう今日これね、でも実はすごいいろんな偶然が重なってて、はい、まあ、加藤くんはね、はい、まあそのジャンプで、うんうんうん、まあ、人気連載中のハイキューの天童悟り役をね、はい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 、演じましたよ。演じました。横にいるミヤちゃん、はい、こう見えてですよ、はい、こう見えてとか、はい、もうあのジャンプの人気漫画、はい、銀魂とナルトのテーマソング歌ってる、歌ってました。そう、はい、すごすぎる、やってました。もうでも10年前とかなので、そう、ジャンプフェスタとかで歌ってました。すごいですよ、今日の空間、これやばいですよ、ハイキューとイエイエイエイ、ナルトと銀魂、めちゃくちゃすごい。俺
はい、俺ワンピース大好き、イエーイ、ジャンプつながり、これでなんとかつながっていこうと、はい、つながりましょう、やば、はい、もうなんかテンションがいいですね、やっぱり ねこういうつながりがあるやつなんですけども、はい、まあこの配球のやつっていうのは、はい、どれぐらいこのやってたんですか、うんうん、そのまあ稽古期間も含めてとか。ああ、そうですね、稽古はだいたい2ヶ月ぐらいですかね、うん、で本番は44公演ありまして、すごい、まあ、稽古はそうですね、なかなか体力がいる感じで、うん、毎日汗ダクダクで必死に食らいつく感じで、はい、やばいね、青春、わ、近っ近い、カメラがすごく近くまで、あ、もう近づいてください、来た、来ましたけども、それだから、うん、要は、まあ、オーディションでしょ、オーディション、はい、そうなんですね、いや本当にそうなんよ、で、この 2.5 次元ミュージカルのオーディションってまあ難しいよね、まあそうですね、難解のオーディションなんですけども、自分をどうにかアピールしないとダメですもん ね、 そうですね、厳しいでした ねどうでしたかオーディションその時は。そうですね、オーディション、まあ僕大阪にいて東京にうん、うん、オーディション受けに行ってたんですけど、うんうん、まあ、その間、交通費も出ないですし、うん、まあ、その夜行、はい、現実的、はい、まあ、夜行バスで行ってたんですよ、はいはい、で夜行バスで行ってるんで、なかなかそれも体力がいるわけでして、うん、もうこうなったら絶対に受かって帰るしかないなっていう気持ちで、はい、はい、もうそこだけは気合十分でしたね、うん、でそのオーディション受けるときに、うん、その事務所に紙が届いてたんですけど、はいはいはい、まあ、もう天童悟りっていうのが置いてありまして、はい、それでその僕原作読んでてめちゃくちゃ好きだったんですよ、うんうん、配給がで天童がもう大好き で、ね、はい、これ後から言ってるんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、はいはい、本当に一番好き、一番好きだったんですよ、これは本当なんです、い、嬉しい、はい、これじゃあ自分の中で、うん、まあ、まあその役のことをもちろんよくね勉強してというか、まあ、好きでね、うん、見てたから、はい、役決まった時の役作りって、はい、どうだったの、うん、そのや逆にやりやすかったのかやりにくかったのかってあるじゃないですか、うんうん、そうですね、自分のイメージがあるからさ、はいはいはい、ありますね、まあなかなかその原作があるもので自分がお芝居したっていうの初めてで、うんうん、まあ、その印象を変えないでどうしたらいいのかっていうのを考えすぎてた時がありまして、なかなかその殻を破れないというか、なんか普段の自分がやっぱり出てきてしまうっていう部分があったので、そこをどうにかして、はい、天童役って結構なんかこう意地悪キャラなイメージがあるんですけど、そうです、ね、この今の加藤君に関しては意地悪キャラが全然出てこないので、はい、どんな感じなのかはちょっと気になりますけどその天童の役と自分の、はい、あの、まあ、加藤健っていう人間としての、はいはい、なんか自分の中で思う共通点とか、あ、共通点探しますね、まあ、そうですね、なんか楽しいことは楽しい、うん、で嫌なものは嫌っていう、その性格が意外とはっきりしてる部分が結構似てるなというか、そういう風に親近感はすごい感じますね彼に。でそういうところから役作りを、はい、そうですね、してって、していきました。結構どうでした、厳しかった、厳しいでしたね本当に。何が一番大変だった、やっぱりその体力使うんで、うん、でやその自分の役がユニークだったので、うん、やっぱそのまた人とは違ったそのポイントポイントで出していかなきゃいけなかったので、どうしたらこの子はこういうセリフを言うのかとか、どうしてこんな動きをするんだろうっていう解釈するのがすごい難しくて、でもそれがまた楽しくて、なんかでも楽しい思い出の方がいっぱいあったんで全然苦じゃないですね、はい、で稽古してって、まあで、まあその同じねチームの他の、まあ、役者の方々とか、うんうん、まあ、もちろんその相手チームのね、はい、カラスノの、カラスノ高校、はい、キャストの方とかと、ね、はい、初めて会った時とかって、うん、どうだった気持ちは、はい、いやなんか怖かったですね怖いんだ、 だって多分他の役者の方々って、はい、結構まあ歴を重ねたりとかっていう中で、そうですね、はい、もしくは一番下とぐらい、僕が一番ペーペーというか、まあ、年齢的にも下ですし、うん、まあそのこういう大きな舞台に出させてもらうっていうのも初めてだったので、うん、まあ、なかなか緊張しながらも、やっぱりでもステージの上に立ったらもう関係ないから、まあ、そこは
意地で。おお持ってった意地でした、はい、仲良くなりたいなとかじゃなくて負けないぞっていう気持ちが強かったって感じですかね。そうですね、でも仲良くなりたいなっていう気持ちもすごいあったんですけど、うん、やっぱり同じステージに立つ上ではプロの役者としてその皆さんも真剣なところもあるんで、うん、僕も同じステージに立てるように。それちなみに、まあ、例えばこの稽古終わった後とかさ、はい、皆さんでこう、まあ、ちょっと食事行こうとかあるじゃないですか、はい、そういう時は、はい、やっぱ相手チームのカラスのとは行かないんですか、はい、行かないというか行かない、ここはもう役作り入ってる、で行かないよっつって行かせてくださいって感じでしたね、むしろ、はい、ぜひ、かわいいですね、はい、行かせてほしいですという感じでした、はい、その、今回、まあ、その公演やって、はい、稽古とも本番も通してで、はい、まあ、仲良くなった方たくさん、まあ、いらっしゃると思うんですけども、はい、中でも一番、うん、まあ、あの仲良くしてもらったか、よくしてもらったとかっていう方、そうですね、やっぱりその僕が、いた白鳥沢学園のチームのみんなはすごい仲良くなりましたし、うん、その中でもその辻良志郎くんとか、うん、佐藤信長くんとか有田健二くんとかも、まあ、結構同い年というか年齢が近い子たちはすごいよく休園日とかに遊びに行ったりとか、本当に名前出てなくてもみんな白鳥沢は結構チーム団結して、はい、遊んでましたね皆さんと。すごい、はい、何して遊ぶんですか。何して遊ぶ、もう本当になんか子供みたいというか携帯ゲームだったりとか今っぽいですね、はい、カラオケ行ったりだとか、はい、みんなでご飯食べに行ったりお酒飲んだり、うん、してましたね。普通にワイワイと、普通にワイワイ、そうですね、まあたくさんいる皆さんの中で、あ、これ打ち解けたなと思った瞬間って稽古始まってどれぐらいなの、うん、打ち解けたなっていう最初これ仲間になったな、チームだなって思った、うん、そうありましたね。そうですね、チームになったなっていう瞬間は本当に地方公演が始まったぐらいですかね、その団結というか、まあ、じゃあ最初の初演はそこまでだったってこと。いやというか、まあ、うん、いい感じのスタートは切れたと思うんですけど、それまでがなかなか難しくて、やっぱり僕たちが新しいチームで、でも県内最強って言われているチームだったので、どう持っていこうっていうところもあったんで、まあその年齢差も多少はあったんで、やっぱりそのうまくいかなかったりだとかするときに、まあちょっと揉めるとはいかないんですけど、まあまあいい意味での刺激の試合を、はい、いい意味の、はい、感じで、まあ、いろいろ切磋琢磨してなんとかいいチームができたんじゃないかと。じゃあそのまあいろいろ大丈夫かなとか、まあこのいろいろ考える中でね、はい、まあ、初演を迎えるわけじゃないですか、はい、2ヶ月ぐらい稽古してから、はい、迎えるってなった時の気持ち、はい、いやもうこれどうですか。なんかずっとメイクしてても袖にいても、うん、やべ大丈夫かなみたいな、もう不安でしかなくて、不安が、うん、なるほど、はい、でももうステージ行ったらもうそんなところは全く見せないように、うん、もう自分のやってきたことを信じてやるだけだったので、まあでも本当に皆さんすごい喜んでくださってて、その思いは届くんだなというか、熱い気持ちは。沖縄ではやらないんですか。沖縄公演なかったですね。これだからもうやってほしい。ちゃうちゃうんだよ、ライブビューイングであったのよ、お沖縄 で、 そうですね、これをね、うん、見に行けなかったんだ俺は残念なんと見てほしかったですね、ぜひ、はい、超残念かった DVD でお願いします、はい、はい、はい、すごい、で、まあ、そっから、まあ、スタートしてやってって、はい、うん、どん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 全国回って、はい、全国は何箇所回ったんですか。5都市ですね、大阪、東京、広島、宮城、うん、あれ、あとなんだっけなんだっけな、どこどこ、北海道、北海道じゃなくて九州福岡とか、なんか一気に行く、東京、大阪、可愛いですね、そういうところ宮城、はい、広島、はい、あれあれ、続きはウェブで、はい、いろいろ行きました、はい、あ、ありがたいですね、笑顔で、はい、笑顔で、ファンの方がね、兵庫だ、兵庫すごい兵庫の皆さん、すごい、みつさんが教えてくれました、ありがとうございます、兵庫です、完璧、ほら来た、かわいいな、急に汗出てきちゃった兵庫、あ、もう本当助かりました皆さん、はい、兵庫ですね、いいね、いいね、今もうブースの外で社長がずっと、はい、兵庫兵庫、はい、丸々関西忘れるなって、はい、すいません
っちゃってますけども、テンパりました。すごい。あ、でまあそれずっとやってて、まあまあそれ地方ね、いろいろあったんですけど、はい、やっぱりでもほら一応さ、はい、まあ、地元ってわけじゃないけども、はい、まあ、本拠地が大阪じゃない。はい、大阪。いや、その大阪公演と兵庫公演、うん、関西、うん、この時はどうでした？この時はですね、やっぱりその大阪はや、うん、その自分が住んでた土地でもあったので、うん、やっぱ皆さんの反応がちょっと気になったりだとか。そうだね、はい、友達とかも来ますもんね。そうですね、まあ、事務所のメンバー事務所のメンバーとかも見に来てくださって、やっぱりちょっと見つけちゃうんですよね、ステージに。あ、見つけられるんだ、はい、あ、分かるんだ、そうそう、あっていう瞬間があるんですけど、まあ、そこは押し殺してなんとか自分を全うするわけなんですけど。一番大変な、結構余裕あるね。いやいや違うんですよ、なんかそのパッて振り返るシーンの時にすごい目についておーみたいな。だ、誰が目についたの？その武田さんですね。社長が社長が、あのすごい存在感ある方なので、はいはい、こんな感じ。なるほど。ニコニコしてニコニコして見てた、はい、見てくださって。あ、そうですね、自分のところの所属タレントが、はい、大きな舞台に出てるって。嬉しいよ、そりゃ嬉しいよ。そうですね、うん、はい、それを見つけちゃった、はい、すぐ見つけました。すごい、さすがです。はい、さすが。でまあそこ関西とか、まあ、回って、はい、あとまあ宮城ですか、はい、まあ、宮城といえば、まあそのカラスの高校のね、うん、そういうまあ原作のね、はい、ところですけども、やっぱりまあちょっと違いましたか、うん、やっぱ違いましたね。やっぱ僕もなんかすごい配球読んでて、うん、で聖地だなというか、うん、そうだね、はい、まあ、聖地巡礼といいますか、うん、そこで配球のお芝居ができるっていうのはすごい幸せでしたし、うんうん、何よりも楽しくて、はい、良かったですね。いい経験になりました。すごい、はい、牛タンも美味しかったですし、美味しかった。美味しいもん食べた。はい、美味しいもん食べましたか。いいな、はい。地方公演の醍醐味だなと。そうですね。せっかく来たなら食べよう。うん、食べて食べて。はい。それは間違いないですよね。はい、すごいな。で、なんか楽しそうですね。楽しいですね。いや、はい、いいですね。終わった後はどうだったんですか。全国回って。まあ、はい、達成感、あ、終わったっていうのも、はい、とか、あ、もう終わっちゃったなっていう、はい、ご残念感とか、そうですね、いろいろ。なんか最初1公演目の時はあと、うん、まだ44公演もあるのかっていう気持ちだったんですけど、早いね、毎日毎日全力で必死に食らいついてやっていたら、もう44公演あっという間で、もう大千秋楽かという気持ちで、もうここまで一緒にやってきた仲間たちもともさよならかと思っちゃったら、やっぱ寂しかったですね。やっぱ笑顔で終わろうと思ったんですけど、まあ見てくれた方は知ってるかもしれないんですけど、その涙が急に押し寄せてきまして、もう泣きたくなかったんですけど、まあちょっと歓喜を持っちゃいましたね。やっぱりカーテンコールで、そうです、あの最後カーテンコールで一人一人、はい、お話しさせていただいた時に、はい、なんかもう見れない景色なのかなって思ったら、なんかすごい、はい、なるほど。いやいや、また見るでしょう、はい、また呼ばれますよ。また見ますよ僕は。、はい、なんかね出て、へえ、はい、いやーすごいね、うん、ちょっとなんかたっぷり、はい、お話いただきました。ちょっとね、はい、できるだけ、もうたくさんの方もいただいてるんです、今日コメントがやばいですよ、めちゃくちゃもらってるんです、はい、もう追い切れないぐらい、追い切れないくらい。2秒に5個ぐらい来てますよ、はい、いや嬉しいですね、いただいてるんで、はい、ちょっとねお名前とかは全然ね皆さんご紹介できないんですけども、本当、はい、たくさんの方ね、はい、あのメッセージいただいておりまして、ありがとうございます。すごい大人気。その中でもね、はい、ちょっとじゃあね、メールでね、はい、いただいてた方をちょっとご紹介させていただきたいなとは、はい、思うんですけども、はい、こちら、ラジオネーム沢女さん、沢女さん、はい、加藤健くん、はい、FM 技能のご出演おめでとうございます。ありがとうございます、はい、で今回の今週のメッセージテーマが乗り物ということがテーマなので、それにちなんだ質問を乗り物、はい、くださいと。ハイステでは、白鳥沢の皆さんが、はい、牛島くんを担ぎ上げていましたが、はい、あの時の重さとか高さについて乗っかられている皆さんはどんなことを考えていましたか。まあそうですね、レオンさん役の方は、はいはい、ダイエットしろとおっしゃっていたようですが、うん、はい、おっしゃってました。加藤健くんも重かったですかという。僕そうですね、なかなか、まあ、そのレオン役の横さんがいます、うん、いてですね、はい、まあ、横さんと身長が1センチぐらいしか変わらないんですけど、まあ大体身長同じぐらいの子がいいということで、まあ僕も前になりまして、前でこうリフトを上げてたんですけど、ケンジ君を、まあかなり重かったですね。
ほんと正直そんなに、はい、でもキャラクターも役でいなきゃいけないなっていうのもあったんで、もうちょっと腰曲げながらもこうやってたんですけど、はいはい、もうめっちゃ重くて、でも表情は変えないで、偉い、頑張った、はい、でも、まあ、そのケンジ君もケンジ君なりにその上で耐えて頑張ってくださってるんで、まあ、そんな僕は重いよとか言わないんですよ、言わなかったんですよ、まあ、でもそうですね、重いには重かったですね、重かった、はい、正直なところ、正直重かったですね、まあ面白いね、はい、あの面白い、その役の白鳥さんの牛島役って結構ほら武骨な役です、うん、そうですね、ね、はい、そういう役だから、そんな役の子がダイエットしろって言われてる姿、はい、ダイエットしろって言われてましたね、ケンジ君、その姿を見るのもまた面白いけど、はい、へえ、やっぱいろんなエピソードがねありますね、はい、面白い、さあということですね、じゃあちょっと、曲と CM 挟ませていただきまして、はい、ちょっとこの後はね、はい、加藤くんのまあちょっとパーソナルな部分とか、うん、まあ普段の活動の話とかね、質問していきましょう、ちょっとそういうのもね、ちょっと聞いていきたいかなと、質問攻めで、はい、お願いします、はい、いきたいと思います、はい、じゃあですね、ちょっと曲、はい、曲はこちら、まあ、あの加藤くんが出たそのミュージカルの歌じゃないんですけども、はい、その配給の第3シーズン、はい、カラスの隊、はい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 、アニメのはい、エンディング曲、光あれってやつですかね、そうでございます、おー、当たった当たった、曲紹介できます、あ、ちょっとタイトルがそんな入ってないんですけど、入ってないですね、やってもいいんですか、どうしますか、じゃあ、 あのアーティストさんはわかります、はい、わかりました、あの、かわいいですね、はい、今先輩に譲ってくれました、はい、曲紹介を、すいません、やっぱり私に言ってくれて、ありがとう、はい、やらせて、言わせてもらいますよ、じゃあ、はい、はい、タイトルはちょっとね、はい、してたんですけど、すいません、いや大丈夫です、ではこの曲、お聴きください、バーンアウトシンドロームスで光あれ、これ今どういう、これはもう、ああ延長してネットだけ音声が聞こえてる、延長になってる、ネットだけ聞こえてるんですか、やばいもん、今もうツイキャスは声聞こえてるから、うおー、ここに聞こえてます、はい、なので今これいただいてるメッセージとかでもちょっとざっとみやちゃんスラッスライドさせて、やばいです、本当に一番好きってきました、今ありがとうございます、この曲ツイキャスの皆さんね、やばい、もう下に行けないぐらいガンガン来ます、大好きな曲だ、いや本当にありがとうございます、コメントいっぱい、ありがとうございます、今必死に食らいつきながらも横目でちゃんとコメント見させていただいてるので、かわいい、かわいいって言われて、かわいいキャラなんですかね、嬉しいです、ありがとうございます、皆さんツイキャスでお聞きの皆さん、ありがとうございます、もうたくさんメッセージいただいてるんですけど、もしなんか質問とかがあるんだったら、これツイキャスになるとね、どん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 下に行ってね、これちょっと見えなくなっちゃうんで、もしよろしかったらあのメールを送っていただきますと、みんなありがとうございます、ありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひちょっとこちらから送っていただきたいと、メールアドレスは797@fmgino1.com、数字の797@fmgino1.com、ね、よろしくお願いします、先週来るって言われて、はい、めっちゃ調べました、あ、そしたら野球選手と間違われません、あ、そうですね、野球選手で同姓同名の方がいらっしゃるんで、すごい、ありがとうございます、来ました、やっと、はい、来ることができました、ありがとうございます、え、舞台が基本なんですか、声優をしてるんですか、だから違うって言ったでしょ、違う人を見つけるんだよ、なんか、あ、そうですね、声優の加藤健さんっていう方もいます、ね、いますよね、はい、この花のね、はい、あ、そう、来てましたよ、僕はそうですね、あ、え、お花が、そうですよ、後で写真撮ってください、ありがとうございます、こちらに後ろに持ってきます、花、やばい、やった、すごい、こんな素敵なお花、いいんですか、ちょっと持って、すげえ、お花いただきました、これ、いいですね、後ろにちょっと置かせていただきます、めちゃくちゃ身長がでかいんですけど、186cmあります、やばいですね、こっちか、こっち寄ってくれたよ、こっちか、で、マイクは、あ、移動させれるんですね、おお、一応あるように、すげえ、なんか、ライブ配信してる、そうですよ、ありがとうございます、
あるんですね。そうですね、僕ちっちゃい頃からカトケンカトケンって言われてて、あ、それが覚えやすいんだなと思いまして。なんかすごいゆったりした人ですね。まあ、マイペースですね。でもステージに立ったら切り替わるってことは、そうですね、相当なんかメリハリがやっぱりあるんですよね。見たことないからすごい。そうなんですかね。なんか沖縄でいつかあのドラマやってほしいですから。ドラマなんだ。沖縄チュラさんそっちかやりたいですね。沖縄ですごい、うん、やっぱりもう忙しいんですね。そうです、いろいろさせていただいてますね。こうやってラジオに出演させてもらって初めてなんですけど、ラジオが初ラジオ。でもいいですね。今もう、うん、汗やばいです。やばいですマジで。あのギリギリに飛び込んできたから打ち合わせ何もなかったもんね。いや本当に本当にだからお互いにちょっとドキドキしながら喋ってるから。そうですね、そうですね。ピンチはチャンスに変えようと。お、さすがです。はい、思います。俺まさかお久しぶりですを放送中にやるとは思わなかったもん。まあ、なかなかないです。ないよ、ことは。やばー。CM に行きます。はい。うぅ、サウブリベイ。質問コーナー全然来ますよ。かわいいキャラですよ。かわいいキャラなんですかね。シーソルトコーラさんですね。シーソルトコーラさん。すごい、いつもツイッター見てます。ありがとうございます。カリアが本当好きだな。いいですね。はい、笑顔が素敵。もうめっちゃ褒められますね。さっちゃんさん、ありがとうございます。タミコさん、ペンギン3号さん、カッココさん、ハリノスケさん、CM 明け、さっき天気道路交通情報を読みます。はい、でその後にまたトークを始めることにしましょう。はい。はい、すごい。可愛い、かっこいい。どっちが言われたら嬉しいんですか。そうですね。僕でもどっちも嬉しいですね。そうやって言っていただけるので。男の人は可愛いって言われるとちょっと嫌だとか聞いたことあるんですけど。僕もそうやって言ってる人たまに。いるの見かけますけど、はいはい、もう何でも嬉しいです。そういう、もうポジティブに。はい、すごい、なんかプラス思考の人ですね、本当に。そうですね、プラスで生きてます。なんか妬まれたりしませんか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。妬まれないように。かっこよすぎてなんか、いや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 、足引っ張られないように。そんなことないです。いや、真面目ちゃんですね。やばいです。そうですね、なんかぶっ飛んだことしたいですね。なんか昔から俳優になりたかったんですか。中学生の時に。そういうのを放送中にしてもらえますか。ミハちゃん、ずっと質問してるけど。ごめんなさい、ここだけですね、ここだけ。はい、そうですね、いろいろ話していきたいと思います。いろいろ後でまた後ほど。まあね、ツイキャスの皆さんにはね、はい、ここのツイキャスの皆さんだけ聞けてます。昨日のインスタストーリー可愛かったです。何あげてたっけ俺。何あげてました。なんか最近インスタにハマってまして、いろいろ写真とか、あ、写真全然あげれてないな、動画とかめっちゃあげてますね。じゃあ間もなく CM 開けますので、はい、天気道路交通情報を先を参ります。みやちゃんこれやるから。はい、はい、天気道路。すごい、本当にめちゃくちゃ変わってきました。サウトルベイ、さあこの時間は宜野湾市周辺のお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気から。今夜24日はこの後は晴れ、降水確率は 0% です。明日25日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は 0% から 10%。 明日朝の最低気温は14度、日中最高気温21度となっております。はい、まあ、僕らからしたらね、みやちゃん、はいはい、寒いけども、寒いですよ。加藤君からしたら今日沖縄についてどうですか。そうですね、暖かい、もっと暑いのかなと思ったんですけど、うん、ちょうどいい気候で、意外と過ごしやすいですね。いいね、過ごしやすい天気になるでしょう。はい、まあ、大阪と比べたら相当、はい、そうですね。雪降らないですもんね。はい、雪は降らないですけども、うん、いいですね。はい、以上お天気でございました。続いて道路交通情報。さあまずは宜野湾市周辺の一般道から。こちら大蛇名から前原向けが渋滞しております。大蛇名から前原向けが渋滞。続いて石田から戸口方面、こちらは両方向で、渋滞です。石田戸口両方向渋滞。そして伊佐から茶谷向け、伊佐から茶谷向けも渋滞しております。
はい、続いてこちら沖縄自動車道、はい、高速道路ですね。さあただいまの時間はこちら沖縄道の上り北中城インターチェンジにて故障車止まっております。はい、沖縄道上りの北中城インターチェンジ付近に故障車止まっております。前方に注意して運転の方よろしくお願いいたします。今日も皆様安全運転でご帰宅ください。以上天気と道路交通情報でした。さあ、お届けしております、はい、サザンブリーズの木曜日、今日はゲストに今売り出し中の、やばいですよ、若手イケメン俳優加藤健くんこと、はい、加藤健くん、はい、お越しになっていただいております。はい、まあ、先ほどはね、まあ、出演されてた配給のことで、ね、いろいろお話伺ってたんですけども、はい、まあ今日ちょっとねこの時間はいろいろまた他の質問もね聞いていこうってことなんですけど、お願いします。沖縄はい初めて、はい、初めてです。もうずっと来たかったんで本当に嬉しいです。本当にああいいね。これね実は、うん、でもこう加藤健くんと、まあ、僕と沖縄っていうところで言うと、うん、はい、ちょっとしたね、はい、ね、つながりみたいなのがあって。何ですか？だから加藤健くんがね、はい、うちの事務所に入ってきたでしょ、はい、入ってきた時に僕はいなかったんですよ、うん、いなくて沖縄にいたんですけど、そうですね、その時に、はいはい、それも社長からだったかな、うん、連絡があってとあるオーディションがあると。でとあるオーディションが、はい、加藤健くんが、はい、沖縄弁の役だと。うわなのでございました。それをレクチャー、はい、してくれと。ありました、はい、やったんですか？やった。ございました。何を教えてもらったんですか？え、いやなんかその、はい、まあそのいろいろセリフみたいなのがあって、それを沖縄なまりでやってっていうので、ありましたね。それが確かあったよね。ありました。懐かしいですね。ちょうど2年前ぐらい。2年前、はい、2年前ぐらい、ガッテングワーって言ってました。ガッテングワーなんだそりゃ、はい、すげー、まあ、そうそう、だからそういうのがちょっとつながりがあったりとかして、じゃあ前からさ知ってたんですね。何がその東さんたちつながってたんですね。まあ、もちろん連絡、そりゃそうですよ、はい、それやって、はい、それやってましたけども、で、まあその沖縄に来ましたけども、はい、なんかこう沖縄でやりたいこととか食べたいものとかあるの？そうですね、沖縄でやりたいことはですね、やっぱりその、うん、天気じゃなくて空が綺麗で、はいはい、海も綺麗で、うん、はい、なんか最近インスタ始めたんで、うん、そのインスタ映えをちょっと狙いまして、いい写真がいっぱい撮れたらなと思って。いや、それね、はい、ちょっと撮りに行きたいなと、はい、ね、僕もやっぱデジカメも持ってきたので、すごい準備満タン、撮ります。撮ってご飯とかももういろいろチェックしてきて、うん、天ぷら、うん、沖縄そば、あ、エンダー、おエンダー、エンダー、うわーすごい調べてる、あのアイス、うんうん、サティは違うわ、あの違う、ブルーシールだ、ブルーシール、おいブルーシール、もう一応一緒だろうや、はい、間違えた。サティはもう美味しいよ、うんうん、美味しいけどブルーシールね、ブルーシールね。食べてみたいですね。あと三品茶も飲みまくりたいですね。あと金タコ行ってほしいです。あ、タコライスね、はい、タコライス、あ、それ食べたいです。めちゃくちゃボリューム満点です、はい、まあちょっと明日までなんですけどね、できるだけまあ満喫してもらえればなというところなんですけども、はい、楽しみます。まああとはじゃあまあ普段のまあね、はい、まあ、大阪での生活、大阪での生活聞いていきましょう。まあ大阪はうちのね、サテライト沖縄、うん、あ、じゃあサテライト大阪の方は、はい、いろいろ地方公演ね、地方公演、学校公演ございます、行ってますけども、はい、まあ僕も行ってたんで分かるんですけども、本当いろんなとこ行くからね、いろんなとこ行きますね。はい、もうだから配給始まる前まではね、はい、ずっといろんなところ、いろんなところ行かせてもらってました。進路ミュージカルというものでね、進路ミュージカル、進路に関するお芝居を各全国のね、はい、高等学校でやらせていただいてるんですけども、その高校周りは、はい、やってみてもう何回か行ってると思うんだけども、はい、どうですか？そうですね、やっぱり移動が車でみんなで行って、うん、そのなんて言うんだろう、学校に行ってお芝居するっていうのはその夢にも思ってなかったというか、その
学生の頃にお芝居しに来てくださる劇団の方たちいたんで、うん、なんか普通に見てただけだったんですけど、うん、当時は、うん、まさか自分がそっち側に行くと思ってなかったん で、うん、でそれでその進路に悩んでる子たちに、うん、まあ、その進路を考えるきっかけを与えるために、うん、まあ、僕たちが行くんですけど、うん、 そうね、まあ、そういう社会貢献というか、うん、そういう活動ができて本当に僕は嬉しいですね。若いのにすごいしっかりしてますね。もう若いのに一緒に行ってる、はい、そのまあ、同じ事務所のメンバー、はい、まあ、先輩後輩とかたくさんいますけども、はい、仲良くしてますか？仲良くしてますよ、もちろん。してます。よくしてもらって、はい、よくしてもいただいて。可愛がられやすそうですね。まあ、そうだね。キャラクターというか人格がもうなんか柔らかい感じがすごい伝わりました。今日初めてお会いしましたが、ね、な、愛されキャラだなって思います。、ね、やばい、うん、そうだ。去年も、はい、まあ、うちのそのサテライト大阪をね、まあ、年1回あの本公演でね、はい、大きな舞台やらせていただいてるんですけども、うん、去年の公演も加藤くんがまあ主役で出させてもらいました。出まして、はい、懐かしいですね。もう1年経ちました ね、あの時は衝撃的な姿でしたね、うん、どんな姿だったんですか？パンツ一丁で。パンツ一丁でしたね。やばい、こんなの断らなくていいんですか？断れないんですか？そうです、ね、断ることはなかなかないかな、まあ、パンツ一丁でもやるんですね。パンツ一丁でやりました。演じないといけないんですね、はい、うん、金のパンツを履いて、はい、いろいろやりましたね。パンツ一枚になりましたね。なかなかない経験だったんで、あれはあれでちょっと、ね、よかったですね。いいね、はい、面白い、ね、まあ、それだけ言ったらなんかどんな役だったの。本当だね、それおかしい、おかしい、はい、そういう時もあったっていうだけ、はい、そうですね、そういうワンシーンがあったっていうだけで。はい、そうそう。で今年もその公演あるんでね、はい、っていうことなんですけど、ちょっとまあまあ後ほどそれちょっとたっぷりね聞きたいなと思うんですけど、はい、今ねメールでね質問がちょっとたくさん来てましたので、はい、できるだけご紹介させていただきます。まラジオネームあやさん、あやさん、加藤健さん無事沖縄に着いたみたいでよかったです。ありがとうございます。もうすぐ誕生日、わ、ね、1月28そうです、おめでとう。ですけども、うん、もらって嬉しいものや嬉しかったものなどエピソードあれば聞きたいですということです。あ、もらって嬉しいもの、嬉しかったものですか、うん、そう、子供の時でも、あ、子供の時、もうちっちゃい頃はですね、まあ、そのうち6人兄弟で、で、まあ、何もらっても嬉しかったんですけど、やっぱりそのゲームが好きでちっちゃい頃から、うん、でその時にサンタさんというかそのクリスマスプレゼントだったり誕生日だったりとかに、うん、まあ、その毎回ゲーム機を頼んでて、うんうんうん、ゲームね、はい、やっぱそうなるよね、男の子はね。ずっとスーパーファミコンやってたんですよ。あ、はい、スーファミ世代、違うよね、全然違うよね。まあ、なかなかゲーム買ってもらえなかったっていうのもあったんですけど、まあ、その友達の家に行って最新のゲームが置いてあるとめっちゃいいなってなってたんですよ。でも僕はスーパーファミコンをやり込みまくってまして、まあ、子供の頃はゲームもらってすごく嬉しかったですね。今も嬉しいでしょ。今も嬉しいですね、ゲームもらったら。そうですね、あと嬉しかったものって言ったらやっぱ洋服とかも嬉しかったですね。いいね、僕のために選んでくださったんだなと思ったら、あ、そうでも嬉しいわね、優しい、なんだこの優しい子、もうやばい、行きたいなって思いますし、うん、まだね、素敵ですね。質問、はい、まだまだございます、はい、まだ行きましょう、ではね、じゃあこちら行きましょうかね、うん、本当に、はい、ラジオネーム、マサさん、マサさん、はい、加藤健くんが出ると聞いたので急いで仕事を終わらせて帰りました。お疲れ様です。本当に可愛くて可愛いって言いながら見ております。今後やっていきたい役、イベントなどあれば教えてください。絶対見に行きますということでございます。ありがとうございます。そうですね、僕がやってみたい役は、まあ、その天道悟りみたいなそのぶっ飛んだ役もいろいろやってみたいなと思ってて、うんうん、まあ、ちょっと願いも叶ったんですけど、うんうん、やっぱりそのそろそろ地球を守りたいと言いますか、おー、はい、あー、いいね、おー、合ってる、地球を守って仮面ライダーに変身したいですね、はい、いいね、絶対守られたいですね、はい、夢なのですごいすごい、はい、僕の夢は地球を守ることですね。あー、かっこいい、ヒーロー系ですね。なんでこんなかっこいいんだろう。いや、なんか決まりますね、やっぱりね、本当に。俺がそんなこと言ったらお前大丈夫かって言われる。かっこいいね、はい、守りに行きたい。やっぱり、はい、いいですね。で今後のイベントとね、はい、ということですけど、まあ、先ほどちょっと話題に出たんですけども、はい、このサテライト 大阪でね、はい、また本公演があると、はい、いうことなんですけども、うん、はい、これは、どんな舞台、日付とかもまた教えていただければなと思うんですけども、はい、はい、ですね、サテライト大阪、僕の所属している事務所で、4月の3、4でですね、うん、お芝居するんですけども、はい、そのホスピタル
オブミラクルスピンオフさよならの歌というタイトルなんですけど、はい、まあ、このホスピタルオブミラクルっていう舞台はですね、その全国の慈恵学園でその公演されている舞台でして、そのうちの社長が演出して脚本書いてやってる舞台なんですけど、僕もその専門学校に2年間、ね、はい、通ってた時にその、ホスピタルオブミラクルを、やらせてもらってたんですけど、そこのキャラクターでクラウンピーっていう、うん、そのピエロの役なんですけど僕が、うんうん、そこでそのホスピタルなんで病院に、いる患者さんに元気とか笑顔を与えるためにやってくるホスピタルクラウンなんですけど、うん、まあ、その後のお話ということで、まさか続編といいますか、まあ、そのスピンオフとして、はい、スピンオフとして、うん、まあ、元のやつを見てなくても楽しめるように、その社長は俺は作ったでっておっしゃってたんで、そのもともとのお芝居はまあ過去に僕もまあ出たことがあって、はい、でその加藤君がね、はい、その学校公演やるときはその一緒にお手伝いに行かせていただいて、いろいろやったりとかしたんですけど、はい、その後のお話、うん、その後のお話なんです、ね、そう、それも役は決まってんの。僕はそのチラッと台本のお手伝いさせてもらった時に、はい、またクラウン P という素敵な役を演じさせてもらえることで、まあ、このクラウンっていうのがすごくいいんで、はい、ね、嬉しいですね、はい、まあ、いわゆるピエロなんですけどね、はい、病院の皆さんにね笑顔というお薬を届けるために、はいはい、素敵ですね、もう今でももうなんかもらってますよこの。そうですか、ちょっと元気になってもらえたら嬉しいです、少しでも。それはじゃあ、まあもう稽古始まってるんですか。まだ稽古始まってなくて、1月28日、うん、僕の誕生日から、はい、スタートするわけでございます。なるほど、忙しいですね。はい、なるほど、それに向けて、はい、じゃあなんかもう意気込みとかっていうのもありますか。そうですね、やっぱり僕が学生の時に2年その2回演じさせてもらったんですけど、うん、まあ、1年生2年生の時にそのクラウン P という役を演じさせてもらって、やっぱりその2年間演じさせてもらって、さらに2年僕は大阪東京でいろいろ活動させてもらって、その学生の頃よりさらに上に行きたいなと思ってまして、あの当時の自分を何百倍も超える、上回るものをぜひ皆さんに見ていただけたらなと思っております。もう気合十分ですね。いいですね、はい、楽しみだね。すごい、いや、どんな風になるのかな、はい、楽しみだな、うん、すごい、皆さん応援してますって来てますね。ありがとうございます、ね、ぜひたくさんいただいて、見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。まあだから加藤くんをね、まあ目当てにもちろんたくさんの方ね見に来ていただきますけども、お願いします。はい、まあ、うちの事務所、まあ、加藤くんはもちろんなんですけども、はい、それ以外にも、素敵な先輩や同期や後輩たくさんいらっしゃいますね、はい、いらっしゃいます。いらっしゃいます。本当にその人たちも見に来てほしいですね。はい、その人たちもぜひぜひ、本当に個性豊かな、はいはい、先輩だったり同期だったり、うん、まあ、その役もすごい面白い、ね、うん、そうだね、役なんで、はい、ぜひぜひ見どころ満載だと思います、はい、うん、これは詳しくは、はい、どちらで、サテライト大阪のホームページ、ホームページで、はい、うん、まだその完全な詳細というか、うん、そのチラシだったりとかは、うん、はい、まあ、ちょっとまだ2月ぐらいに、はい、できるということなんですけど、はい、まあ、日付はもう決まってますね、はい、4月3日4日ということで、はい、うん、劇場とかはもう決まってる。劇場はですね、クレオ西、そうだ、クレオ西、クレオ西、あ、僕もよく立てました、はい、そのクレオ西でやると、まあ本当に詳しくはそのホームページもしくはね、もちろん加藤くんのね、はい、僕の SNS、ね、はい、情報を上げます。そういうところで上がってくると思いますので、はい、ぜひご覧いただければなとお願いします。いうところでございますけども、はい、いやー、さあということで、はい、そろそろお別れの時間、はい、早い早い早い、はい、やたっぷりやってまいりましたからね、本当に早すぎる、すごいですね、はい、加藤さん全然質問私できなかったです。さっき ね、 そうですね、ちょっとねオフタイムでちょっとしましたが、はい、これは放送中にしてみたいな。目まぐるしくやってきましたけど、いや、もうインスタチェックします、うん、ありがとうございます。これから初めてのラジオ、はい、初めてのラジオで、いかがでしたか。いや、もう緊張しすぎて、うん、僕何喋ってるんだろうっていう瞬間が多々あったんですけど、全然緊張してないですよ。本当に、まあ、そうですね、やっぱこう助けてくださる皆様と、そして、はい、助けてくださる先輩方がいたので、なんとか最後まで喋りきることができました、はい、いい子ですね、ありがとうございます。いやいや、とんでもない、素敵な人です。いや、ありがたいですね。いや、ありがたい子、いい子、ほら、本当そうです。もう今日はね、本当にたくさんの方があのラジオを招き、聞いていただいて、はい、ツイキャスもそうですし、今日はまあスタジオの外にもね、はい、はい、
たくさん見に来てくださる方がいてもう嬉しいです。ありがとうございます。そしてまさかお花のプレゼントも、はい、すごいすごい本当に こっちか、はい、あったりとか、はい、たくさんの方に愛されてると、もう嬉しいですね。ございますので、はい、まあ本当今後もねますます活躍していただきまして、うん、はい、よりね出て活躍してさらにまたまた来ていただきたいなと、はい、成長して帰ってきます。待ってます。はい、じゃあリスナーの皆様にまた最後に一言お願いいたします。はい、ですね、明日もラジオ出演させていただきますので、はい、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。今日は本当にありがとうございました。楽しい放送できました。またお願いします。はい、ありがとうございました。いや本当にねたくさんの方そして加藤くんもね来ていただきました。ありがとうございます、はい、ぜひぜひ皆さん明日ももちろんそうですけども、このサザンブリーズまたよろしければ来週も聞いていただければはい来週も思いますので聞いてください。お楽しみいただければなと思います。というわけでございまして、サザンブリーズ以上です。この後はですね、また FM ギノワンたくさんいろんな番組ございますので、ぜひ引き続きお楽しみくださいませ。本日のお相手は私東克明と南部マンゴーパーティーズミヤチャーとそして加藤健でした。はい、ということで加藤くんまた FM ギノワン遊びに来てくださいぜひ行きます。楽しかったです。ということで皆様ありがとうございました。ありがとうございました。しゃあ無事終わった。やった、嬉しい。ありがとうございます。本音漏れてるよ。まだえ本音漏れてるよ。あ、これまだ続いてるんだ。 OK です。放送は終了です。ありがとうございます。はい、今早く、もう次はまた変わるんですか。そうか、一回じゃあ、ツイキャスを撮りましょう。はい、ツイキャスご覧の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。失礼いたします。